最強の経歴、巨人、阪神、中日。山本康弘、慶応高校、慶応大学、読売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズ。山本康弘は巨人、阪神、中日を経験した初めての選手としてフロントで重宝されそう。学歴もいいしね。もうすぐ30歳で1軍通算70安打の板山がまだプロで生き残れるのすげえな。今年は開幕1軍やったしポテンシャルだけは高そう。山本は所属チームすべてが優勝してる。山本はわかるけど板サンドを使うんや。この4人のうまい使い道を思いついてるんちゃうか。そうじゃないと取れんやろ。今のプロの評価は板山、高山なんか。打撃は高山の方が上だけど守備がひどすぎるからな。いろんな地を取り入れるのは良いことちゃう。球団によって育成にいろんなノウハウあるし。中島、山本、板山はともかく上林拾ったことに関して嫉妬してるよ。そのファンそこそこいそう。上林、板山、山本取ったのはまあわかる。山本巨半中渡りあるくんか。この3チーム全部所属したことある選手たいたっけか。暗黒阪神もなんか他球団の選手拾いまくってたよな。去年の記事見るとここ数年はだんだん良くなってるみたいやな。ここまで練習を見てきた岡田木信監督は、予想以上だった選手に板山雄太郎内野手と木浪聖也内野手を挙げた。いい悩みかもわからんとこぼすほどだった。中地は代打だったら悪くないと思うけどね。中日ドラゴンズの代打陣見るに、ファーストしか守れないけど。山本って岩田に天然エピソード暴露されてたよな。波さんも天然やから相性ええやろ。山本は併殺さえ我慢したら結構使い勝手良いよ。上林はワンチャン復活できるからまだわかる。山本、板山ってどこで使うんだ？守備固め？上林ってまだ28か。山本のが上やんけ。なんか上林のがベテラン感あるわ。山本って巨人、阪神、中日に在籍した初めての選手ちゃうの。来年再開は絶対避けなあかんから必死や。宝の山だ。ストーブリーグ優勝やろ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。